大神楽の皆さんです。キリキリ大神楽の皆さんもコロナの感染状況を見ながらできる限り活動を続けてまいりました。キリキリ大神楽は江戸時代から続く大神楽の普及に奔走したとも伝えられ、代々それを受け継いできました。今日はその先輩たちに感謝しながら、そして町民の皆様に楽しんでいただけるよう精一杯踊ります。これからも応援よろしくお願いいたしますというメッセージが入っております。どうもありがとうございました。さあ、それではお待たせいたしました、キリキリ大神楽の皆さんです。よろしくお願いいたします。Thank you.
Thank you.
やっころきた、詐欺は参った、そのあとは当年中の悪魔ばい、そのあとはおかんさま、それでございました。はい。
はい。あ、高校生なの？はい。じゃあお名前をお願いいたします。石川リオンです。リオンちゃん。はい。前川ハルトです。はい。高校生、中学生。中学生と同じ中学高校生ですよね。はい、ごめんね。はい、はい、さて何年ぐらいやってらっしゃるんですか。生まれた時からやってる。生まれた時からやってる。じゃあ踊りながら生まれてきたんですね、多分。はい。自分も生まれた時からキリキリは生まれた時からね、いろいろと踊っていらっしゃるんですね。はい。どうですか、今までねやってみてどんな感じですか。楽しいです。どういうところが楽しいかな。お祭りとかいろんなところでみんなで披露するのが楽しいです。やっぱり自分を見てもらいたいと思う。まあまあ、はっきりね言われないけどね、自分を見てもらいたいなとね思ってらっしゃるんでしょうね。はい、お隣さん。練習してうまく成果が出た時にやりがいを感じます。はい、やっぱりあ今日はうまく踊れたなっていうね、その感じがね自分をねいいんですよね。はい、今日はどうだったの。今日はぼちぼちです。はい、あ、ぼちぼち。あれ寒かったのかな。はい、そう。リオンちゃんどう。寒かったです。寒かった。うん、さてね、あのキリキリの人たちはねみんなね大先輩の方々もすごくね一生懸命ですもんね。その方々の思いをね今度また若い世代につないでいくということですけどもね、その辺の責任っていうかそういうところはどうなんですか。やっぱりキリキリは人数が少ないから自分がなんかどんどん下の代にしていかなきゃなって思います。素晴らしい。はい。自分も、将来の子供たちに伝えていけたらなと思います。はい、頑張ってね。はい、ありがとうございます。はい、ね、本当にね若いのにねよく答えてくれました。どうもありがとうございました。キリキリ大神楽の皆さんでした。どうもありがとうございました。